日本女子大学は、東京都文京区目白台2丁目8番1号に、本部を置く日本の私立大学である。1948年に設置された。大学の略称は本女、姫、古い卒業生及び職員は、目白の女子大と呼ぶことが多い。日本女子大学、なるせ記念行動内部、明治時代に創設された日本女子大学校を、前身とする。 日本女子大学校日本女子大学校は明治時代に日本で初めての組織的な女子高等教育機関として誕生した。女性に教育は有害無益であると考えられていた当時、創設者、ルセニに像は著書、女子教育によって必要性を力説。創立にあたっては東京専門学校の創立者、大隈重信が創立委員長となり、 総理大臣、伊藤博文、学習委員長、この絵集まろ、文部大臣、西園寺金持、財界人、渋沢栄一、岩崎矢之助等各界の重鎮の多大な支援を受け、広岡麻子の働きかけで、三井財閥から東京、目白の地を寄贈され開校。開校時は、家政学部、国文学部、英文学部の三つの学部と、付属高等女学校が設置された。 通信教育通信教育課程については男性は科目通り修正としてのみ在籍可能通信制大学院も設置された通信教育で中学や高校の家庭科や保健科の教員免許の取得が可能な数少ない大学近畿大学と豊日短期大学や近畿大学九州短期大学の通信教育課程中学家庭科教員 養成コースが廃止されたため、現在は通信で家庭科教員免許が取得できる日本国内で唯一の大学となっている。ただし、科目通り修正の教育実習や介護等体験の履修は日本女子大学の卒業生のみに限定している。そのため、通信教育で家庭科や保健科の教員免許を取得できる男子学生は、すでに国語、英語、音楽といった 家庭科や保健科以外の何らかの教科の中学免許や高校免許を取得済みのものに限られる。放送大学学園と単位互換協定を結んでおり、放送大学で取得した単位を卒業に要する単位として認定することができる。その他かつてジーンズを着て通学することの是非をめぐり、全額ストライキに発展したことがあった。まだジーンズが貧乏人の服であり、 秩序への反逆でもあった時代のことである。付属中高とともに、夏季休暇の時期に、大学所有の軽井沢にある参戦寮で宿泊セミナーが行われ、互いの考えを交換し、高め合ういい機会になっている。女子教育において、 女子を人として教育すること、女子を婦人として教育すること、女子を国民として教育することの3方面から、女子高等教育の方針を述べ、見学の精神となっている。教育の特色は、見学の精神を踏まえ、人格教育と社会的人格の要請にあり、晩年教育考量として示された、信念徹底、自発創生、共同奉仕にその理念を見ることができる。 新年徹底は、人の道の根本原理、自発創生は、個人の創造性や、主体性を育てる、個性的な原理、共同奉仕は、他者との共生を図る、社会的な原理として位置づけている。創立者、初代校長、成瀬二蔵東京都文京区目白台二丁目八の一、神奈川県川崎市多摩区西区体一丁目一一、学部対応型給付型学科。 専攻分野別大学院対応型給付型学科。専攻分野別その他放送大学平成28年度単位互換案内。名称に大学を用いていたが、大学例による旧正大学ではなく、専門学校例による旧正女子専門学校であった。旧正大学も参照のこと。学生百年史、文部省編、株式会社帝国地方行政学会、第一編。 第2章第4節3。2023年4月。国際文化学部新設構想中脱教室。脱キャンパス型で多文化共生試験を持つ。国際人材を育成日本女子大学日本女子大学。デジタル PR プラットフォーム。2021年5月20日。閲覧。ABCD。日本女子大学。目白キャンパス再整備、瀬島和義がデザイン。 日韓建設工業新聞。交通アクセス学校法人日本女子大学。交通アクセス学校法人日本女子大学。大学休むのに66万円値下げ訴えた女性ブログは大朝日新聞2017年1月5日。日本女子大学校はもともと大阪市東区清水谷東の町に建設される予定だった。この敷地に、 大阪府第一高等女学校が建設された。ありがとうございます。